91から93年有馬記念で3年連続3着に入るなど、個性派として人気を集めたナイスネーチャー、1000、が30日、北海道浦河町の渡辺牧場で死亡した。35歳だった。認定 NPO 法人引退場協会がホームページで発表した。写真、91年、有馬記念に向けた調教後にブラッシングしてもらい気持ちよさそうに口を開けるナイスネーチャー。 人間では100歳以上に相当すると見られ、存命中の JRA 重症課中までは最高齢だった。今月に入って体調を崩し、熱発などの症状があり治療が続けられていた。同ホームページによると、30日の朝から心拍数が上がり、腸の動きも鈍化し、体力的にも限界だったため、午後0時40分に安らかに旅立った。引退場協会。 代表理事の沼田京子氏は、本当に長い間、最後の最後まで頑張ってくれたナイス姉ちゃんに、ありがとうの言葉しかありません。ナイス姉ちゃんのおかげで、多くの引退馬たちが、新しい未来を作ることにつながりました。支えてくださったたくさんの皆様、最後までお世話してくださった渡辺牧場の皆様、ありがとうございました、とコメントした。 現役時代は松永義春旧社に所属して通算41戦7勝、重賞4勝だった。主戦の松永正宏騎手、現長教師が手綱を取り、90年12月にデビュー。3歳児、当時表記4歳、の翌91年8月に小倉記念で重賞初制覇を果たし、同年の菊花賞、勝ち馬レオダーバンでは4着に構想した。 同期のダービー場は東海帝王。10勝4勝を挙げる活躍を見せた一方で、G1 では赤杯が多く、有馬記念では91から93年に3年連続3着。勝てないながらも懸命に走り、上位に食い込む姿が多くのファンから支持されるきっかけとなった。G1 には通算16回挑戦。3着4回、4着4回。 5着1回と合計9回も掲示板に載った。96年のアルゼンチン共和国杯、15着がラストランとなった。現役引退後はシュボバとなり、シュボバを引退した後は故郷の渡辺牧場で余生を過ごしていた。馬娘プリティダービーのキャラクターとしても人気を集めた。近年は認定 NPO 法人引退場協会の広報部長を務め、 17年からは毎年4月16日の誕生日に、バースデードネーションとして引退場支援の寄付を募り、今年は7402万2066円を集めていた。